24歳豊山です。この一番は栃ノ心が今年の夏場所、少し栃ノ心が突き合いから引いて右からの突き落とし、先場所途中休場、カド番で迎える、豊山も場所前は精力的に部屋で稽古をしました。横綱鶴竜、それから関脇の逸ノ城などとも稽古を重ねた豊山、さあ栃ノ心の2日目組んで、栃ノ心離れて豊山という展開、手をついて左の回しは引けない、右が少し覗いた、そして左の上手、栃ノ心、栃ノ心の形、引きつける、寄り切りました、栃ノ心の勝ち。最後少しうっちゃりんを行きましたが、その前にもう豊山の足が出ていました。前回は攻め込まれての逆転勝ち。二十山さん、今日の攻めはどうだったでしょうか。はい、そうですね、まあ、足も手もよく出てましたんでね、はい、前に攻めていった、やっぱりこれが一番ですね。今日は正面側で左の前回し狙いで最初は取れなかったんですが、好調のですね、大関に上がる時のような今日突き放しが出ましたね。そうですね、手も出ましたんで、それでまあ相手との距離も近くなっていったのかなと思いますね。はい、その注目の右足、まあ、この辺りは突っ張っているところで、この後圧力をかけながらまず左の上手を引きました。そしてこの後の寄り、こうして見ましても豊山の足がかなり早く出ています。今度は向正面側からどうでしょう、足の運びなども今日はですね良かったですね。そうですね、特に気になるようなところはなかったですね。はい、もう巻き替えも許さずに、どうでしょう、内容よく